そしてジーナ・ゴジアンです。ジーナ・ゴジアンの床の演技からご覧いただきましょう。さあ1本目は伸身できました。伸身の後方2回宙返りです。今年の4月のプエルトリコの世界選手権ではこの床で優勝しているジーナ・ゴジアン。前方の1回ひねりから連続してさらに抱え込み宙返り2つ続けました、ね、こういったジャンプなんかも非常に難度が高いものを盛り込んでますね。そして曲調が変わります。やはりもう少しこういったところでこう表現力があるともっと映えますよね。さあジーナ・ゴジアン最後は何を持ってくる。ムーサルトだ。そしてこの着地よね。床に吸い込まれるような、なんか床から誰かが足を引っ張ってるんじゃないかと思うような着地でした。ジーナ・ゴジアン本当に表情一つ変えないでやりますね。2種目終わってこのルーマニアのジーナ・ゴジアンは6位なんですが、本当にもう6位も1位もありません。僅差です。これが最後ですね。サルト、はい、見てください。微動だにしない。最後にこの高さでムーンサルトで終われるっていうのは非常に能力が高いと思いますね。はい、ジーナ・ゴジアンは本当にいろんなところで強さを見せて平均した力は見せてるんですが、これまでタイトルには無縁だった選手です。まあ、ルーマニアにはミロソビッチがいますし、アマナールがいますし、まあ、それぞれの魅力を持っているんですが、ミロソビッチ何かこう独特の技のキレというとゴジアンは何でしょう。 9.80 という得点。